あれあったじゃん、日向坂のさ、うん、ヒット祈願で、うん、あれ富士急で絵を描くっていう、はいはいはい、いうのでさ、うんうん、あれもさ、オンになってると、うん、オフになってる時あるじゃん、うん、で俺も本当にもうやめようと思ったんだけど、うん、川田って子いるでしょ、はいはいはい、川田ってだからピュアなんだろうね、うん、嘘つけないだろうね、うん、だからなんかヒット祈願の時里光が行くじゃん毎回、はいはいはい、で里光って、うん、それがサブ立ち俺たちが見る前に絶対結論を言わないのよ、はいはい、やっぱ我々の楽しみをね、特にあれね、そのね、そうそう、VTR 見る前に会ったとしても、ね、でカフェとかで里光に会ってわざと聞くの、うん、うん、あれって何、うん、成功したのとか聞くと、うん、いやいや、それはさすがに、みたいな、はい。絶対言わないんだけど、うん、この、川田に、はいはい、そのサブ出し前に、うん、川田あれ、時間内に書き切れたのって聞いたら、うん、嘘つけないんだろうね。うん、はいって答えてて、はいはい、それをサブ出しが始まった時に、うん、これ時間内に書き切れたらしいよって、はいはい、春日に、うん、俺が言うところはやっぱ口パクになってたよね。それはやっぱね、それがやっぱケツで VTR 作ってるわけだからね。制作会社からしたら、とんでもないルール違反だもんね。いや、そりゃそうよ。嘘、でももうやめようと思ってんだけど、うんうんうん、その前に聞くっていう恒例のね、行事が。あ、ある。